KTX のチケット。コレールパス仕様のため、料金がレイオンになっている。2013年5月1日乗車ムグンファ号のチケット。コレールパス仕様のため、料金がレイオンになっている。2013年5月2日、乗車韓国鉄道公社は、大韓民国の鉄道運営事業者である。鉄道庁の公社化によって2005年1月1日に発足した組織で、 本社は大田港域市にある国家鉄道公団が所有する鉄道関連施設を上下分離方式で運営しており旅客列車、貨物列車のほか、韓国高速鉄道や広域電鉄の運行、さらには鉄道博物館の運営、英語及び日本語での略称はカイル。韓国語の略称は発足から二0十九年までは英語式愛称のこれいるが 2019年10月8日以降は企業イメージの統一化や用語のハングル専用化方針に基づいて韓国鉄道が使用されている。鉄道庁から鉄道事業を継承し運営している。鉄道経営は発足当初から2013年に至るまで一貫して赤字となっている。2013年には立山の開発事業が債務不履行の状態となり、 非常経営体制を発足させた。ソウル特別市近郊の首都圏と、富山広域市近郊の東海線では、通勤輸送のため広域電鉄を運行している。ほとんどの一般路線では、高速鉄道、KTX のほか、イッチセマウルやムグンファ号などの列車が運行されている。なお、KTX 及び広域電鉄以外の旅客列車は総称して、一般列車と呼ばれる。 韓国の優等列車は行き先別に相性が分かれるのではなく種別ごとに分かれている。よって日本のように特急や急行といった種別は正式に使用されていないが全ての列車に列車名が付いている。なお各列車は号数ではなく列車番号で案内されている。いわゆる鈍行列車としては通勤列車がこれにあたるが通勤列車は軽減線の一部区間のみの 運行であり、ほとんどの路線では、無群ファ号が実質的に、鈍行列車の役割を持つ。ただし、無群ファ号もすべての駅に停車するものはないため、全列車が通過する、旅客扱いのない駅も少なくない。広域電鉄には、速達列車として、急行、特急が運行されている。一般路線、編集観光列車、編集広域電鉄、編集一号線、 編集3号線、編集4号線、編集定義、中央線、編集京春線、編集水人市、盆東線、編集その他、編集日本でいう駅員配置の友人駅の、普通駅は大きな駅で、等級も付けられ、地域管理駅は友人駅。簡易な駅としては、駅員配置の配置管理駅と運転管理駅、日本の無人駅に相当する無配置管理駅、 そして、簡易宅駅の都市乗車券発売所の4つがある。日本の仮乗工場や臨時駅に相当する駅は臨時乗工場と呼ばれる。また、日本の信号場に相当する信号場及び信号所も存在する。韓国ではこれらも駅と呼ばれることが多いが、日本と同様、基本的に旅客営業は行っていない。日本のような駅弁は存在せず、 コンビニ弁当タイプの弁当やサンドイッチが KTX の停車駅で売られている。また、近年富山駅では寿司も販売されている。セマウル号を除き、車内にはお菓子や飲み物の自動販売機が設置されている。以前は車内販売が行われていたが、2017年をもって廃止されている。セマウル号と一部の無群派号には、食堂車が連結されている列車があった。 セマウル号は、京府線系統と湖南線系統の大半の列車。無群ファ号は、京府線ソウル駅付山駅間の朝夕の便4、往復にのみ連結されていた。食堂車の運営業者は、当初は、鉄道庁の直営であったが、1983年6月からは、ソウルプラザホテルが運営していた。同ホテルは2004年3月に撤退し、2004年4月からは、 アシアナ航空の機内食も調整するランチベル社が運営していた。以前は食堂車従業員は二人乗務だったが、その後一人乗務に変わっている。運営会社が変わり、食事メニューは弁当中心となっていた。2008年9月をもって一般列車の食堂車の営業が終了し、軽食販売、ネットカフェ設置のカフェ客車に改造されて運用されていたが、 その後営業を中断する列車が相次ぎ、ムグンファ号のカフェ客車については、2018年から率、席客用に車内にロングシートを設置し、自動販売機を設置した自由席客車に再改造されている。なお、セマウル号の後継である一致性 KTXI には当初から食堂車は連結されておらず、前述の車内販売や自動販売機に限られていたが、 KTX 山川にはスナックバーコーナーが設置されていた。ただし座席追加設置のため客室に改造されたため現在、2019年現在では海列車等一部の観光列車に軽食を販売するスナックバーコーナーが豪華クルーズ列車へランには食堂車が連結されているがこちらも厨房を装備しておらず車内での教食は弁当類に限られる。 太字の車両は現在営業運転についている車両。2012年6月、韓国鉄道公社は自社が鉄道の安全性と定時運行率は世界一位という統計をまとめた。しかし、国土海洋部は韓国高速鉄道で事故が頻発していることなどから調査を行ったところ、例えば2010年には脱線事故が4件。 踏切事故が17件発生したにもかかわらず、韓国鉄道公社は脱線事故0件、踏切事故8件と報告しているなど、統計が自社に都合よく誇張、歪曲していることが発覚した。これに関しては、韓国の国土交通部による鉄道民営化のための世論操作ではないかという疑惑も出ている。ありがとうございます。